はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の YouTube 動画もよろしくお願いします。本日はですね、一時支援金について新しい情報が追加されましたので、そちらの方を紹介していきたいと思います。こちらです。一時支援金事前確認の追加情報。これ2月22日に出た情報について紹介したいと思います。はい、それでは新しく出た一時支援金の追加情報について解説していきたいと思います。以前の動画でね、内容については紹介してありますので、今回はこの事前確認について一体どういうことなのかと、申請するときに何について聞かれるんだろうって皆さん疑問に思うと思うので、その辺を重点的に解説していきたいと思っています。それではまず、前回紹介したんですけど、復習としてざっとね、どういう支援金なのかというのをざっくりと紹介したいと思います。内容と対象です。個人の場合は上限が30万円。法人の場合は上限が60万円です。2021年の1月から3月が対象期間になります。外出自粛によって影響を受けた事業者が対象になります。そして2019年または2020年と比べて売上が 50% 以上ダウンしていることが要件になります。詳しいね、要件については前の動画で紹介してますので、一時支援金の方の動画を見てからまたこちらに戻ってきてくださると嬉しいです。はい、それでは今回出た追加情報について説明していきます。事前確認についてですね、まず一体事前確認って何なのっていう方のために、ちょっとフローチャートの方を紹介してから詳しく戻りたいと思います。こちらが申請から給付までのフローチャートになります。申請をした場合に、これここですね、書類を準備して予約するとここです。事前確認があるんですね、今回。これはテレビ会議や対面電話等です。この事前確認のところの情報が公開になりましたので、ここを説明していきます。さあ、今回事前確認が必要になるということで、これは登録確認機関によって事前確認が行われます。どういう方法でかっていうと、テレビ会議、または対面、または電話にて確認されるそうです。もう少しね、詳しく資料をお見せして説明していきたいと思います。そもそも今回この事前確認ができた概要としては、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として導入がされました。事務局が登録した登録確認機関によって、テレビ会議または対面で帳簿等の事務局が定めた書類の有無等々を確認します。そしてこの登録確認期間は2月22日より順次募集が開始されました。もしね、登録確認期間に応募したいっていう方は、経済産省の URL に応募書類もしくは応募の条件について申請書類な等も載っておりましたので、そちらの方ぜひチェックしてみてください。下の段はね、前回の動画で紹介しましたので省きます。はい、では一時支援金の登録確認期間というのはどういうところを言うのかについて解説していきます。事前確認を行う期間は主にこの1、2、3、3つのものになります。そして事前確認を行う期間として申請のね、スタートが始まってますけど、登録を認められた期間の公表については2月下旬に順次公表していくそうです。さあ、ではどういうところがあるかと見ていきますと、1つ目ですね。認定経営革命等支援機関。こちらは中小企業等の、認定を受けている税理士、中小企業診断士、行政書士などが該当します。そして2つ目が認定経営革命の支援機関に準ずる機関が登録の機関に該当します。どういうものがあるかというと、ここに挙げてあるように商工会や商工会議所、農業協同組合や漁業協同組合等々が該当します。どこにね、その認定してもらおうかなって悩んでいる方とか、わからないなって方はこの1番、2番、3番のところになりますので、探してご依頼をお願いします。そして3つ目ですね。これは私たちでもあるんですけど、上記を除く機関または資格を有するものでも OK です。この資格が何かと言いますと、税理士、公認会計士、行政書士、税理士法人、監査法人、行政書士法人、中小企業診断士が OK になります。それでは次にね、このね、どういうところが機関が該当するかって紹介したところで、じゃあ一体何を事前確認で聞かれるのって皆さんやっぱり気になるところじゃないですか。それを次のページで紹介します。はい、事前確認で何を聞かれるのか。まず確認のポイントとして申請者が本人かどうかの確認があります。申請者のね、名前と本人の名前が一致しているか、写真が一致しているかどうかで申請者本人なのかなということを確認します。そして次に大事な2つ目のポイントが書類の有無。要は日付のついた確定申告書があるかどうか。あと該当各月の毎月の帳簿があるかどうか。事業の取引に使っている通帳があるかどうか、そして給付の対象や条件、要件を分かっているか、または理解度を確認する質問をされるそうです。条件がねちゃんと分かっているかとか 50% 以上ダウンしてますかなど、この給付の対象になるかどうかやその同意書の内容などきちんと理解をして申請をしているかっていうのを確認するような質問をされる予定です。事業をしていないサラリーマンや学生主婦の方には出ないんですよというような質問がされる場合もあります。あとは一時支援金の給付を受けた場合にはそれに関する資料を7年間保存する義務があるので、そちらの方も確認されるようです。とこういった内容は一時支援金の事前確認マニュアルというものが公表されてまして、これは申請のね登録期間の方に向けたマニュアルがありまして、そのマニュアルを読んでいただくとどういったことを聞かれるのかっていうのが事前に分かるようになってます。気になる方はねこの事前確認マニュアルぜひ目を通してみてください。後でね概要欄に URL を貼っておきます。もう一つ新しい情報としてお問い合わせ先ですね、問い合わせ先一時支援金事務局の相談窓口の情報が公開されました。この申請者専用のダイヤルはこちらに、登録確認期間専用はこちらの電話になっております。受付時間等ありますのでご確認してかけてください。あと給付対象や保存書類に関する質問もこちらの質問フォームの方で今受け付けておりますので、もし気になることがある場合はこの質問フォームにて引き続き受け付けているということです。よくある質問については Q&A を作成の上公表するという形になっておりますが、聞きたいことがある方はぜひぜひこちらの方の質問フォームを使うか、この相談窓口の方にお問い合わせをしてみてください。はい、それでは2月の22日に公表されたね新しい追加情報の方を少し詳しく説明していただきました。一時支援金自体の詳しい情報は一時支援金ということで1本目の動画出してありますので、そちらの方ご確認をください。はい、それでは私はオンラインサロンを運営しています。税理士川南の会議室ということで、オンライン上に税理士を味方に月額制の完全会員制、税金や経理の情報であったり、あと相談や質問がねオンライン上でできるっていうのは大きなメリットだと思います。あと定期的に Zoom 会議でメンバーと私とセッションをしております。このねオンラインサロンは結構他の SNS に比べて私結構プライベートとか普段ビジネスどういうことを考えてしてるかとか、ビジネスのヒントこういうとこからもらってるよっていう情報はオンラインサロンの方にほぼ一番多く投げております。YouTube や TikTok の裏側などもオンラインサロンに投げておりますので、ぜひねそういう方が気になるなとか、いつもね YouTube 見てるけどなんか普段どうやってしてるんだろうとか、普段どういうこと考えて仕事してるのかなとかいう風なものが気になる方はぜひぜひオンラインサロンについては概要欄に URL を貼っておきますので、気になる方はぜひぜひクリックの方よろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひぜひお待ちしております。コメントや感想いただけると本当に励みになるのでぜひぜひ、あと高評価ボタンもよろしくお願いします。はい、それでは本日も動画見ていただきありがとうございました。またね一時支援金その他情報出てきましたらなるべく早く、そしてなるべく分かりやすく伝えたいと思っておりますので、また今後とも応援よろしくお願いします。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。税理士川南でした。またね。